ここの地層おかしいのかな、引っかかるのよ何かに。でここで止めると、まあ古代城に行けるわけですよね。まあここから、まあ、男女になってるんですけど、入っていって古代城を目指すことになります。ウィングエッジ、あ、結構入り組んでるな。まあ、エンカウントがないので、アクセサリーをつけてるんで。まあ、今日はじゃあゆっくり進めましょうか。まあ、一緒に迷いながら、行きましょう。お、あトンベリ、トンベリマスター、こいつそこそこ強いはずだから、まあアルテマ打ち込んでいっていいんじゃないかな。盗めなかった。歩数ダメージ、いやー結構食らうね。よし、オッケー。グラディウスを手に入れた。グラディウスっていうのは、あー、なんか強そうだ。これはいいね。で、ちょっと道にもう迷ってんな、すでに。あ、なるほど。あれ？これどうなってんだ？あ、いけそう。違うな。迷ってんな。普通に迷ってますね。どうやって行くんだろう。こっから来てるはずだから。戻ってきた。迷った。あ、ここ通ってはいけない。そうだね、ここはこうだから、ここ関係ないな。あれ、わかんないね。どこに向かえばいいんだ。あ、この左側か。こっちか。ああ、行けた。ここ降りていくんだろうけど、多分なんかあるな。エクスポーション。魔石のかけら。ああ、セーブポイントがあります。エンカウントがないとすっごいいいな。あ、これで古代城に到着しましたね。ここは、厳重な攻撃だ。こちらも厳重を出せ。
千年前の。こちらの幻獣はもうオーディン殿しかおりませぬ。怪我は治ったのか。仕方あるまい。最後の決戦、オーディン殿に全てを託す。魔対戦で滅びた都市。斬鉄剣。かっこいい。斬鉄剣。いいね。なんか効かないよっていう感じの表現が良かったね。あー、石に咲いた。やるな、この私を石化するとは。古い言い伝えて聞いたことがある。潮の大広間で行われた魔導士と幻獣オーディンの戦い。あー、これなんかありそうだなぁ。謎解きがありそう。いきなり。いや、こいつなんだっけかな、なんか一撃死させられる方法があった気がするな。全然覚えてない。村雨を盗んだ。なんかあるはずなんだよな。サムライソウル。あ、でもアルテマ打ち込んでればいいのかな。まあとりあえずは。あ、アルテマ覚えてないや。ラグナロック。でもそんな強いって感じでもないしね。金の針になるがいい。あ、そうか、アイテム化するんだっけか。アルテマ打ち込みましょう。アシュラ。うわ、マジ。よし、オッケー。回電の証を手に入れた。3万ギル。でも強いな。普通に強い。これちょっとわかんないね。パニッシャー。あれ攻撃系かなって思ったけど、ないな。大広間。おお、オーディン。いや、でもこれは、あ、いけない？いけないんだ。あ、いけた。いけたけど、まあ別に何があるわけでもないか。オーディンは砕け散り、魔石となった。いやー、すげえ簡単だな。で、これで魔石オーディン。メテオ。あれ、他にもあったはずですよね。ああ、あった。吹雪のオーブ。金の髪飾り。こっちは？ここは？あれ？
なんかあるぞ。エーテルスーパー。宝石が表紙にきらめく本、王女の日記。私はやはりオーディン様のことを愛している。許されることなの。だが人の心を縛ることはできぬはず。ましてやあの気高い心をお持ちの方を思うこの心、誰も咎めはできぬはず。この戦いが終わった時、必ずこの思いを打ち明けよう。人と幻獣の恋。ああ、なるほどね。ちょっとティナーに関連してくるんだ。んでね、どっち側からか5歩進むと、1、2、3、4、5、あれ、なんかこの辺に、そうそう、あるんすよ。え、で、どこが開いた？あれ、どっかが開いたんすよね、これで。あー、ここだ、階段です。ドラゴンいる。いや、まあ、アルテマぶっ放せば。なんでドラゴンこんなところにいるんだろうね。ブルードラゴン。おー、かっこいい。あー、これはストラゴス連れてくればよかったな。まあまあ食らうな。そして何も持ってない。あ、待って、リレーズ誰かにかけておかないとやばいかもしれない、もしかしたら。まあ念のためです。なんか最後に爆発しそうだもん。アルテマめちゃくちゃ使い勝手いいな。終わった。うん、斬鉄剣を手に入れた。え？8竜あと2匹。斬鉄剣？あー、装備できる。斬鉄剣説明なんて書いてあるんだろう。斬鉄剣、斬鉄剣、影縫い。あったあった。時々敵を一撃で切り捨てます。さあ、まあ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 。まあちょっと乱暴さがあるような気もするけど。お！セリスというかマリアというか石像です。王女までも石化されて、石から涙？まあ、石オーディンがレベルアップ。ライディーンに。でも王女石化されたままか。なんかかわいそうだな。まだなんか今のタイミングで、ライディーになったタイミングで、王女の石像が砕け散った方がなんか、思いをね、遂げられた感じがしていいなって思うんだけど。ライディーン、クイック。あ、でもレベルアップの時に力プラス2はでかいな。オーディン消えましたけどね。まあ、まあしょうがないっすね。んで、これで多分古代城のイベントは全部見たんじゃないかなと思います。モルルのお守りすげえいいな。エンカウントしないと、こうね、ゆっくりダンジョンの中見られていいな。こうやるともうないんでしょ？あ、あるな。あったわ。はい。失礼。
じゃあ今日はまあこんな感じで終わりだと思うんですね。でまああとはもうラストダンジョンに行くだけなんですけど、そうだな、全員魔法を覚えさせたいな。今持ってるやつで追加されたのが、まあ、アレクサンダーのホーリー、バハムートのフレア、あとライディーン、クイックとかね。なんかみんなに魔法を習得させたいのと、まあ、できれば HP3000、4000以上にしたいっすね。だからレベル60ぐらいまで全員上げたいなとは思うんだけど、まあこれは裏の作業でやっておきましょう。ねえ、面白いね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。